皆さんこんにちは、ケンです。本日は私事ではあるんですけども、10月中に自転車で旅をしようと思っております。具体的に言うと、2泊3日とか、あとは1泊2日で、福井県以外の土地を走っていこうかなと思ってます。行く場所っていうのはまだ具体的に決まってはいないんですけども、今ですねちょっと時間がありますので、この機会に走っていこうかなと思ってます。でまず旅の相棒として、スーパーシックスエボドマーネ、どっちを持っていくかって話なんですけど、旅はこのドマーネで行こうと思ってます。でこのドマーネですね、自分で組み上げたロードバイクですけども、その組み立ての動画とは少し仕様が変わっておりまして、具体的に言うと、最初はキシリウムプロ UST というホイールを履いていたんですけども、今回旅で使うホイールはカンパニョーロのゾンダにしました。まずホイールをゾンダにした理由なんですけど、確かにマビックのキシリウムプロっていうのはすごく軽量で、特にヒルクライムとかだと踏んだらダイレクトに反応して進む、ぐいぐい進むイメージがあります。それはゾンダよりも勝ってる点だなとは思うんですけども、ゾンダのいいところはこう平坦とかでこう回した時に、結構回ってくれるんですね。ですので足を休めることができます。ですので、キシリウムプロよりゾンダの方がロングライド向けなのではないかなと思い、今回ゾンダを装着しました。もちろんヒルクライムとかですとキシリウムプロの方が、軽量な分ぐいぐい登っていくイメージはあります。それは私もマミもどちらも同じ意見です。自転車パーツの仕様変更点でいくと、ここをゾンダにして、タイヤはミシュランのパワーオールシーズンっていう、結構パンクもしにくくて万能なタイヤですね。こちらをセレクトしました。ドマーネの改造点はそこぐらいでして、あとはそんなに変わってはおりません。それでは次に旅に持っていくものをご紹介したいと思います。まずハンドル周りなんですけど、いい具合に、ごちゃごちゃしてますね。ここが GoPro ですね。 GoPro、ライト、サイコンで、これ隠れてるんですけど、その下にベルがあります。そしてここにはスマホのマウントを取り付けています。それで見てわかるように、基本的にはボントレガーのブレンダーステムとブレンダーマウントを使っております。そこからですね、こちら、これはブレンダーマウントを、2つ、1つから2つ付けれるようにするための、分岐マウントみたいなもんですね。でこれはノーブランド品でアルミの素材でできてるやつを買いました。でちょっと工夫もしてあるんですけど、まずこっちの GoPro の方はモントレーガーの GoPro 用のマウントを取り付けることによって、このケース、ここに出っ張りがあるんですけど、そことの隙間ができることによって GoPro の出し入れが、ここからできると、これが開くような、工夫してます。それによって、その作業効率が上がります。で続きまして下の方に行きまして、これライトマウント、これもちょっと延長型の、ブレンダーマウントを使っております。これ使ってる理由はですね、このステムの下に、こちらモバイルバッテリーなんですけど、これをつけたかったんですね。これ筒状のバッテリーをつけるために、ライトマウントを長めのものをセレクトしました。でこれによってここから GoPro に給電できたり、サイコンに給電できたり、もしくはライトに給電できるっていう。でスマホマウントはですね、横にも縦にもできるようになっております。基本は横にしておいて、目的地の地図を見る際に使用しております。こちらはサイコン側ですね。ベルの向きはこのようにつけており、これなんですけど、通常は
逆、こっち側にこういうふうにつけるのが通常なんですけども、ハンドル周りをコンパクトにしたかった、それプラスこの GoPro の画面に再婚が映り込まないように、あえてこっち側に取り付けております。そうすることによって、GoPro の映像内に再婚が映らないような仕組みとなっております。続きましてトップチューブバッグですね。この中には充電器も入っておりまして、ここからさらに、再婚やスマホに充電することもできます。これですね、こちらの方が、かなり容量が多いです。このようにモバイルバッテリーを中に入れながら充電したいときは出して、再婚やスマホに給電することができます。でトップチューブの中なんですけど、このようになっております。これ財布ですね。財布の中身はお金とか身分証明とか、あとは鍵、あとこれはこっちですね。これを取り付けるための工具に、専用工具になります。あとは予備のメモリーカードとかも財布の中に入れております。でこれオズモアクションですね。もう一つのアクションカメラです。基本的にライド映像は GoPro で撮影して、現地の、観光名所だったり料理だったりはこちらで撮影しようと思ってます。またこっちは、自撮りだったり、あとはこのように置いて置き撮りですね、長さも伸ばせて置き撮り撮影の際に使います。これも入ってます。でこれはピンマイクですね。なるべく今回の旅は喋りながらライドしていこうかなと思ってます。ちょっと時と場合によってできないかもしれないですけど、ピンマイクも持ってきます。トップチューブバッグの中身はこんな感じです。これがうまいことすべて収まります。ちょっと撮影機材が多めなので大変なんですけど、でこれ鍵ですね。以前、私たち鍵の重要性の動画をアップしてるんですけど、その際に紹介したアブスのブレードロックですね。でこれはブレードロックは、あの動画で映ってるのは青色だったんですけど、赤色も買いました。もう鍵って重要だと思ってるので、同じものを2つ買いました。ちょっと高かったですけど、盗難に遭うぐらいならということで買いました。でこれの、ブレードロックの専用のアブスから出ているマウントです。これはフレームに取り付けてます。こういうふうに穴があってボトルケージに取り付けることも可能です。ただ私的に言わせていただくと、ボトルケージにつけるのはお勧めしません。例えば縦にこうボトルケージに取り付けた際に、振動でこういうふうに縦揺れしてうるさいんですよ。ですからつけるんであれば、ここの、フレームの側につけた方が個人的にはいいと思ってます。でこれはこういったベルトで留めてるんですけど、それプラス、私はちょっと、ズレとかが嫌なので、端っこの方には結束バンドでさらにがっちり固定しております。続いて下に行きまして、これはサーモスのボトルです。あったかいのも冷たいのもいけるタイプでして、これは保温性保冷性が抜群のものです。ちょっと重量はあるんですけども、今寒くなってきたので夜なんかに走る際はここにあったかい飲み物を入れてライドしようかと思ってます。これは使ったことがない輪行袋になります。都会とかで電車に乗ったりとか新幹線に乗ったりはしたことないんですけど、一応分解して輪行袋に入れる練習は何度かしてますので、いざとなったらこれを使ってやりたいと思います。でこれはボントレガーの空気入れですね。テールライトは実はこの下にもありまして、ガーミンの再婚で操作するつもりなんですけど、ボントレガーの、フレアもここに予備でついております。やはり1個切れちゃうと心配なもんですから2個つけています。でこの中にはちなみにこれはトピークのサドルバッグの
一番でかいサイズですね、 L サイズっていうやつだったと思います。中を見ると、ビニールテープ、これ何でも使えまして、フレームが壊れた時とか、タイヤがパンクした時にも使えるのと思ってビニールテープは持ってきます。あとは手袋ですね、ビニール手袋。そしてこれ、これびっくりするかもしれないんですけど、ちょっと100均の、ビニールケースに入れてるんですけど、これは、ジレです。 EF エデュケーションファーストラファのジレです。寒い時にはさらにこれを着用していきたいと思います。こんなにコンパクトになるんです。これはすごい便利です。でタイヤレバー、これは、パンク修理キットですね。チューブがなくなった際の保険として持ってきます。で工具、ドマーネの場合自分で組み立てたのでだいたい構造は分かってます。プラスドライバーと5ミリ4ミリのレンチがあれば、だいたいこと足りる感じですね。で25から 32C まで対応のちょっと大きいんですけどこのチューブを2つ持ってきます。ちなみに今タイヤは 25C を履いてます。どうなんでしょうね、なんか23か 26C のチューブがあればいいなとは思ったんですけど、今回はこの25から 32C の新品チューブを持ってきたいと思います。でこのトピークのサドルバッグ非常に便利でして、これ実はまだここのチャックを開ければさらに容量がアップしますので、もっと物を入れることが可能です。今日の撮影日が10月の10日なんですけど、明日以降ちょっと台風が接近しそうで、この旅はいつ行けるかちょっと未定です。10月中であれば、旅に行けるんですけど、そういった連日晴れてる日を狙って、ちょっと自転車旅していこうと思ってます。場所については随時インスタグラムでご報告したいと思ってます。とりあえずですね、2泊3日でそうですね1日150キロぐらい目安でコースを組みつつ、泊まるとこはコインランドリーがありの、あと寝る時の着替えがあるようなホテルか旅館に泊まりつつ、どんどんしてって最終的には、自分の家に戻ってくるっていうようなライドをしていきたいと思います。関西の方に行くか九州の方に行くか、またまた、関東の方に行くかっていうのはまだ未定です。ちょっと今からですね、そういった観光の資料を見つつ、決めていきたいと思います。できたら来週、できなければ再来週行けたらいいなと思ってます。はい、それでは本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。